第7節食事の改善でがんが減り始めたアメリカ合衆国。日本ではがんが死亡原因の第1位でしかも毎年がん死亡者数は増加しており今やがん治療の問題は国民的話題としてマスコミにも頻繁に取り上げられています。最近のマスコミの論調ではがん死亡者数が減らないのは がん医療の地域格差や腫瘍内科医の不足が原因であると報道しています。すなわち、地方の中小病院では、進歩したがん医療を遂行する能力が低く、進歩した現代のがん医療の恩恵を受けられない人が多いため、がん死亡者が増加しているというのです。また、日本では、欧米に比較して、 抗がん剤を適正に使用する専門家である腫瘍内科医が不足しており十分な化学療法抗がん剤治療が行われていないためがん死亡者が減らないのだとも言っていますさらに欧米で使われているの有効な抗がん剤を厚生労働省がすぐに認可しないのも原因の一つであるとしていますマスコミのこのような報道のため 医療の現場では混乱が起きています。最近ではセカンドオピニオンを希望する患者が急増し患者は数少ない大都市のがんセンター病院やがん治療の専門家いる大病院に殺到するようになり多くのがん難民を作り出しています患者のがん治療に対する要求も高度化し地方病院ではこのような患者に対処できず敬遠するようになったため 地方病院の荒廃はさらに進んで悪循環に陥っています。日本とは反対に右の巣のように、米国では1990年、平成2年を転換点として徐々にがんの死亡者数は減少し始めました。米国人のがん死亡率は、巨致性心疾患について2位です。米国がん研究所の調査によると、 米国のがん死亡率は1993年平成5年から平均して年に1.1%のペースで減少していますこの数字は小さな変化に思えるかもしれませんが以前は増え続けていた全てのがんが減少に転じたのですから大変驚くべきことですもっと驚くことは最近の20年間を見ると 性心疾患の死亡者数が急激に減少しつつあることですこのままでいくと何年か後には居住性心疾患の死亡者数はがんの死亡者数を下回る可能性が高く米国でもがんが死因のトップとなりそうです米国の居住性心疾患とがんの死亡者数の減少の原因は一体何でしょうか 進んだ医療のの成果なのでしょうか確かに米国における心臓外科の発展は目覚ましいものがあり狭心症や心筋梗塞の救急体制も日本より完備していますしかしがん治療においては死亡者数の多い消化器領域のがんにおける診断と手術は日本の方が米国より進んでいるのですがんの化学療法抗がん剤は 確かに米国の方が日本より優位に立っています。では抗がん剤の発展が米国のがん死亡者を減らしたのでしょうかそうではありません。米国の医療は部分的に見れば日本より高度で優秀なところは多くあります。しかし欠点も多くあります。日本では健康保険制度のおかげで誰でもどこでも 最先端の医療を比較的安く受けることができます。これに対して、米国では保険制度が完備しておらず、米国国民の全員ががんの手術や化学療法などの高額な最先端のがん医療の恩恵に良くしているわけではないのです。日本よりさらに厳しい格差社会、貧富の差が激しい社会である、米国では多くの貧民層は。 手術や化学療法は受けられない人が多いのです。ですから、米国のがん死亡の減少の原因は、決して、抗がん剤の効果などではありません。がん死亡者数が減った大きな要因は、食事の改善なのです。1979年から、米国政府は、厚生省が、ヘルシー・ピープルという健康政策を指導してきました。この中で がんについては、死亡率と罹患率を下げるために、それぞれの目標値を示し、そのために国民が実行するべき行動目標を具体的に提案したのです。がんの危険を減らすための目標では、タバコ、死亡、変色、日光被曝という4つのがん危険因子に関する目標値が示されています。例えば。 20歳以上の喫煙率を15%未満に下げるという目標値を掲げ徹底した喫煙対策を進めていますまた大腸がんなどのがんを予防するために1日5皿以上の野菜と果物を摂る 5ADAY5AD の運動も展開していますこのように徹底した健康政策によって米国民の食生活は大きく変わってきました 特に米国民の食生活に大きな影響を与えたのは1990年代に米国がん研究所が中心になって進めてきたデザイナーフーズ計画ですこの計画ではがん予防に効果のある植物性食品の成分がリストアップされその積極的な摂取を米国民に進めましたその結果米国人の食事内容は 肉や乳製品などが中心の食事から野菜、果物、穀物類なども多く取る食事に変わってきたのです。こうして、米国のがんの死亡率も罹患率も年々減少し、食事と深く関わる大腸がん、乳がん、前立腺がんなども減っています。もともと、肉や脂肪の過剰摂取と野菜の不足が原因と言われる巨致性心疾患では、 がん以上の予防効果が現れて死亡者数が著名に減少しているのです。日本の農林水産省の調査によると一人当たりの野菜の年間供給量は米国では年々増加しているのに日本では減少傾向にあり1995年には上の図のように逆転されてしまいました。以前は野菜や果物の摂取量が少なかった米国人が 野菜のの供給量を増やしているのです実はこの1995年に日米のがん死亡率も逆転しています日本では野菜の供給量は減少し続けていますこの図からの日本ではがん死亡者が増える理由も理解できます1日5皿以上の野菜と果物を取る5アデイを楽に実行するための十四の方法という提案があります しかしこれはあくまでがん予防のための提案でがんの治療のための食事療法ではありません1毎日朝食で1個の果物か1杯のフルーツジュースや野菜ジュースをとろう2毎日1個の果物か野菜の軽食をとろう3乾燥冷凍した野菜や果物缶詰を常備しよう4家庭で 野菜と果物を見えるところに置いておこう。5電子レンジで野菜を加熱して、夕食にとろう。6移動中にお腹が空いたら、リンゴやオレンジなど携帯し、安い果物を1個取とろう。七ブロッコリーやセロリのような生野菜を軽食でとろう。8すぐにサラダを食べられるように、食品店の棚から出来合いのサラダを選ぶ。キューピザに、 ほうれん草やトマト、玉ねぎなどを重ねよう10ホットケーキやトーストに生でも乾燥でも缶詰でも色鮮やかな果物を加えよう11軽食に便利な乾燥フルーツを職場や車の中に常備しておこう12生火冷凍の野菜を麺類やオムレツに入れて調理しよう13ミキサーで生火冷凍の果物 ヨーグルトなどを混ぜて手早く飲み物を作ろう14豆類やトウモロコシの缶詰を利用してスープやソースを作ろうさらにデザイナーフーズ計画では研究の結果がんを予防する効果が大きいとされる48種類の食べ物がリストアップされましたその食物を重要度の大きい順にピラミッド状に並べたものがデザイナーフーズピラミッドで ピラミッドの上端に行くほど、癌予防効果が大きく重要度も高いとされています。これを見ると、ニンニク、キャベツ、大豆などが最上位にランクされています。